はい、どうもヌヌです、今回はアリーナのね、ドラッグ配置やっていこうかなと思います。今シーズンからまたちょっと新規一点頑張って、赤目指せていけたらなというふうに思います。それではやっていきましょう。使うキャラなんですけど、まあ、こんな感じですね。まあ、最初のランク配置のとこは、ちょっと遊びながらやっていこうかなと思ってます。なるべく、そうだなぁ、ネフティスは使っていければなと思うんですけど、はい、マッチングしました。ブラジル国籍の方ですね。どうしよっかなぁ。まあ、いきなり、まあ、あれかな。ちょっとセアラでお茶を濁してみます。まあ、セアラをオーバースペックするといろいろできるんでね。ああ、トリアーナと。遊びたいんだけどな。あ、みんなちゃんとやってくるんですね。どうしようかな。そしたらまあ、この子が181だからこの子とティアノでジュノ、ジュノ来ちゃいましたね。ジュノ来ちゃったらちょっとネフティスはあんまり出したくない。ミホは怖くないですね。パッサバナバーバラで上から倒していければと思います。ラストピックなんでしょうね。いや、ほんとね、ルーンの付け替え苦労したんですよね、結構。なんでまあ、欲を言えば、ミホバンでもよかったかな。欲を言えば、なんか、スペリー用のルーンセットとアリーナ用のルーンセットってなんか分けてほしいですね。できるのかな。端末に保存すればできなくはない気がするんですけど、まあさすがに上取って、じゃあミホをどうするかですね。一回ミホを封印しましょうか。封印して、バフ貼って、とりあえず怖いんで鬼から行こうかな。多分これ即戦って取れると思うんで、こっちでスキル2からいきます。うん。これで、ゲージゼロできるかな？できましたね、一体。で、暴走してくれたんで、このまま倒しに行きます。剥がし。まあ、剥がしはしてくれるんですけど、この子がいるので、上から叩きに行きます。ミホが問題ですね。ミホどうしよっかな。分かっていたことなんですけどね。ペチペチやるしかない。オッケー。使っていいよ。オッケー。ここまで来れば。うい。いいですね。まあ最初なんでね。相手からしたらちょっと嫌なピックなんだろうなとは思うんですけど、銀星ってことはさっきの人はそれぐらいの方だったのかな。お、上取りですね。上取り、銀星上取り、こっちも上取りでいってみましょうか。僕そんな迅速強くないんでね、やろうと思えばやられちゃうんですけど。おっと、見慣れないキャラが出てきましたね。ネフで。あー、スターンですね。個人的にはこの子が嫌なんですけど。速度リーダー。バジェットかな。ゲージ上がっちゃいますもんね。バジェットで。
そうするとそこのリーダーが相手に取られちゃうんですよね。どっちが早いか勝負ですね。すごい早いかな。さすがに先手取ってきますね。ゲージ下げ、これ負けたかな。速度パーティーってこういう風に負けちゃうのが嫌なんですよね、個人的に。あらららら、やられちゃいましたね。うん、暴走もしないと。暴走してくれればちょっとワンチャンあったんですけど、ここはやめときましょう。まあまあまあ、こんなもんですよ。即場ってほどね、迅速力も強くない。あー、水パン。セアラからいきます。セアラ、バーバーで。多分、相手、ウシとか出てくるのかな。ウシか、ガルドギ。あー、トリアのバランスいい感じですね。どうしようかな。火属性も入れたいですが。速度どれくらいだったか。あー、何しようか。風が吐くと。来世でいきましょうか。そう、前回はね、来世と牛で戦ってたんですよ。相手は速度を嫌ってきましたね。まあ、ベルで入る気でもあんまり怖くはないんですけど。ちょっとトリアーナが嫌ですね。トリアーナがいると、トリアーナ番で、無視で。まあ、正直バーバラが弱体化されちゃうんで。まあそうですよね。そこ行きますよ。なんかね、スペリから、本ちゃんのワールドアリーナに戻るのって結構大変じゃないですか。僕はとても苦手なんですけど。とりあえずシールド貼ります。ね、多分ここはね、本当はベルで倒したいんですよね。多分こっちから行っちゃった方がいいんだろうな。これでスキル3で、残念ですね。一回待ちましょう。そうなんですね。この形はですよね。激流打たれますが、あんまり怖くない。その暴走は嫌だな。寝てくんないかな？ OK。まあ、ただ今回はちょっと負けちゃったかな。遊びすぎ？あんまり起こしたくないですよね。これで倒せるかな。ちょっと問題はレオの処理ですね。多分スキル2でがっつり持っていっちゃった方がいいんでしょうね。あとはウシの頑張りにかかってますね。ウシがどれだけ頑張ってくれるか。お、バーバラいい暴走。暴走していいよ。 OK。 さて問題はここですね。今激流打った。スキル2待ちをしたい。あんまり削らないでほしい。で、シールド貼って。まあ、しょうがないっすよね。行くしかない。
くしかない。これ多分スキル3を、よし、耐えた。まあ、ルーン寄せてるんでね、牛は。うん。まあ、銀3スタートぐらいでいいかな。どうしようかな。次は、ネフティスファーストだと思います。ネフファーストだと、多分これに対策してジムとか来るんですね。やだな。あ、ここ2体で。あと鬼とサバナで行こうかな。はやですね。一応作ってはいるんですけど、マジか。そっか。これで水が吐く番ですかね。あのニフティスの、スキル2の沈黙、まあ、スキル2というかスキル3なんですけど、沈黙がですね、あ、これはこっちしかないな。あ、弾いてくれましたね。あ、これまずいな。速度コントロール系はね、苦手なんですよね。じゃあなんでやってるんだって話なんですけど。一応上げましょう。これで、この子を消して、バフを貼ります。これでスタンしなければ、あー、ミス入っちゃいましたね。ミス入ったのはまずい。非常にまずい。セアラに、セアラさえやれれば OK。 まあ奪い取るですからね、僕いますよね。いや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 、普段だったらもうバリ雑言ですよ。まあ、こんだけやってもね、あれなんですよね。来世で帰ってきちゃうんですよね。まあ、ちょっと今回は難しいこれ負けたかな。やめていきましょうかね。勝てる未来が見えない。ちょっとやめてきます。ちゃんとやります。ちゃんとやりたくないんだよな。ランク1ぐらい遊びたいんだけどな。ちょっとじゃあちゃんとやります。2回も来ちゃった。アメリカの方ですね。ウッシュファーストで、セアラ、ガーク、一番嫌なパターンですね。パンダトライして、
バスケと、そうだな、上からですね。そしたら、レオ、まあ、レオはもう、バーンしてくると思うんで、レオ、嫌なのは、ダイアナかな。ダイアナか、風パンかで迷ってるんですけど、ダイアナかな。ダイアナで。ファイアブレスですね。ファイアブレスはそんなでもないんですけど、まあ、多分レオバーンしてくると思うんで、そうすると多分嫌なのは話が嫌ですね。おっと、サバの捨ててきましたね。レオじゃないんだ。せっかくセアラとかね、使ってるのに。あー、ベニシカってますね。とりあえず、ここで。あ、こっちも早い。そんな早くないですけどね。どうする気だ？レオを先に落とすの作戦かな。落ちないと思うんですけどね。うん、で、お、ボーソラッキー。まあ倒されるんですけど、どうしようかな。ちょっとさすがにザイロス見過ごせないので、ザイロスから。危ない。これで落ちる。でこれで、ね、多分サバでいっちゃった方がいい。これでスタンしつつ、OK。これでスキル3封じましたね。で、ここで、帰ってきて、レオもね、一応これで多分圏内なんで、どうしようかな。倒しちゃった方がいいかな。OK。で、あわよくば、スタン。しない。さすがに、ダイアナかな？爆弾は。うん。使わない。大きい。これで。これで勝ちですね。これあんまやってて楽しいかって言われるとあんまり。まあ、出せるときに目振ってきそうね。せっかくいいキャラ持ってるのに使えないっていう悲しい状況なんでね。なんかいい方法ないかな。あー、嫌ですね。これも嫌なパターンですね。ここは、風パンと、かな。まあ、あと、ライリー使ってみたいんですよね。まあ、とりあえず、水パンで。サバナ、飛学。これはもうレオですね。レオと、一応ガニメでバーンする予定なので、まあ反撃ベルで入れちゃおうかな。うん、反撃ベルデで。いいかな。うん、これでいいかな。ちょっと相手がラストピック剥がしこなかったら日が吐く感じだった方がいいかな。いや、ガニメデかな、やっぱり。ガニメデ入れるとね、ソルティアされちゃうんですよね。ベルゼを嫌う。大丈夫で。
いやー、ウシは本当に強くなりましたね。もうなんで回復も免疫も相手の攻撃もできるんだこの子。ほんとおかしいっすよね。下げれるなら下げたい。さすがに無理。まあ、なんか自分だったらウシの方が嫌な感じでしたけど、さすがに負けないかな。ここで火力が耐えれれば、あーさすがに耐えない。そうするとやばいですね。暴走してくれないかな。しない。な、相手ばっかり暴走するな。もうダメだよ。あんまりあれしてほしくないんですけど、暴走してほしくないんですよね。警戒来た。さすがに比嘉博倒せるんじゃない？倒せないか。どうしようね。あーこれ良くないな。これちょっとこっちのピックミスでしたね。いける？甘い期待を抱いていい。あーダメっぽいかな。あ、使ってくれた。それスキルに打ったら死ぬよ。ちょっとね、水流対象悪いんですよね。一発入れてから激流打たないと。これやられますけど関係ない。死なないで生きて。いやバイバイってやられても、あー死んじゃうか。まあしゃあないっすね。まあまあそんなもんですよ。そう、うん、風猿じゃなかったっすね。ダイアナですね。あとお願いだから早くスタンプミュート機能を早くつけてくれないと。本当動画配信中に冒険を吐く可能性があるのでやめていただきたいんですけど。あー水パン取られちゃった。そうなるとちょっとさっきの教訓からダイアナからいきますか。ダイアナから行ってセアルで行きましょう。あエトナ強いですよね。エトナ使いたいんですよね本当は。ルーンが強ければ。ルーンが弱いんだよな。どうしようかな。なんか当たり障りないですね、相手のピック。何がしたいんだろうっていう感じですけど。うまく回ればいいかなって感じかな。そしたら、ガルネデと、ナイシ。ちょっと風が吐く残す想定で。嫌なのはアンタレス。多分、まあ、モーリーは、そこまで怖くない。固定ダメージ系が多いんで、ただダイアナが死んじゃうんですよね。ただダイアナいると、
アンタレスが結局ケアしてきちゃうから、守りかな。これちょっと負けたくさいっすね。いやー、早い段階で悪いのやると強い人が多いですね。一回振って。ちょっとアンタレスから狙いに行きましょうか。あー、暴走した。自分のターンのこういう暴走、ほんといらないんですよね。これスキル2から剥がしですね。スキル2剥がし、で、ダイナゲージアップ。で、守って。画伯が暴走しないだけ良かったです。これスキル3で多分ダイアナかな、セアラから来ましたね。で、これで倒してくる。ただ相手回復いないんで、うまくやれば多分倒せるんですけど、どこから行くかな。一旦アンタレス嫌いましょう。多分アンタレスさえなければダイアナが自由に動けるので、これでターン回して、3、スターンはしてないですね。あ、今しちゃった。絶望風が吐く。そう、早くエトナを処理しないとね、まずいんですよ。ガンガン動いてくるんで、この子。ましてや暴走とかだとね。当たった。暴走だった。あー、そうするとちょっと負けちゃったかな。このエトナ暴走の時点でちょっと負けですね。うわ、すごいスタン率。みんな強いな。はい、負けでーす。ちょっと待って、ちょっと待って。ガチすぎ、ガチすぎ。俺だってまだあと何ヶ月あるのよって話なんですけど。あ、同じ方ですね。どうしよう、そしたら、ガラッと変えますかね。とりあえずセアラ出して、風が吹く絶望とかね、見えちゃったんでね。ミスティンさん、マイスティンさん、ミスティンさん、わかんないな。あー、どうしようかな。まあでも上取りで、さすがにレオ用意してると思うんですけどね。ああ、やだな。それはやだな。ちょっと待って、ギアナが欲しいっすね。このティアナの枠、ギアナとかにしたいな。てか、まあギアナいたらギアナネフティスってできますもんね。風パンダ、怖いのはここかな。
のリーダーで、さすがにさっき負けたんで今回勝ちたいんですけど、風パンが結構重いっすね。解除どこを嫌うかですね。あー嫌なのはこここれで、一回水パンを抱いて風パン落としに、蛇行音かな。多分ガニメではスキル3から来るかな。倒せ、よし、ゲージ下げ。なんでこいつにゲージ下げつけたんですかね、おめえは。謎。待って、これない。免疫回復できちゃうんですけど、こっちもそろそろ話が返ってくるんじゃないかな。来ないかな。ああ、うまいですね。次解消できますね。ひたすら殴ります。スキル2をバーバルかな。セアラに行った。ここで解消します。で多分決めきれると思うんですけど、これで真ん中で、真ん中画伯で、あー1000人ですね、失礼しました。うん、お返しをしましたね、ちゃんと。よかったよかった。あと2000ですね。ちょっと動画長くなっちゃうな。20分、30分なっちゃうな、まあ、なるべくカットはねしていこうと思います。ピンクスクールさん、なんかやばい学校ですかね。なんかこの子が見えた時点で即パワーなさそうな雰囲気ですね。うん、そうですね。さっきと同じ感じですけど、間違えちゃいけないですね。デカがやばいと。これ速度取れてる21。火星か。とこれで、はい。あー、クリアだ。どこを残してくれるかですよね。あーダイアナ。そしたら、そしたら、まあ一緒ですね、構いません。これでトリアナかな。あ、でもこっちかな。こっちの方がいいかな。多分火が吐くバーンしてくると思うんで。うん。先にトリアーナを。トリアーナか、その39連がすごい気になるんですよね。落とせるなら39レベルから落としたい。さすがに39レベルから落としたいんです、私は。
ペンギンズだったな。これで、ここにつけて、あ、つかない。マジか。一回これで殴って、これで一回発動するんじゃない？よし。うん、いらない暴走ですね。そしたらここに OK。 そうするとね、ベガがかなり強いんですよね。うわ、しかも逆転属、逆属性にスタン。んー、ティアナ早く帰ってこないかな。くそ、39レベルに負けちゃう。あかん、あかん。割れた。これもうそうだよね。トリアナチャンスはまだ来ないの。で降りる。一回待ちましょう。うん、やってくると思った。多分張ってくるかな。まだまだ帰ってこない。多分トリアナも帰ってきてるんで、正直負け濃厚なんですよね。多分これ帰ってきてるでしょ。うん、これで貼っていい、いいかな。これでパンダが何してくるか。下げて粘れるかな。多分線が重い気がするんですよね。落としましょう。割れない。暴走して。吸血水パンダ。スキル2が打てればワンチャン。OK。これは勝ったかな。あーうわーう。わーうわーうわ。やめてくれ。そんなに暴走しないでくれ。結構火力増し増しにしてるんだけどな。クリが出ない。 OK。 ラストですね。取りですね。上取り対決はいいやしなくていいや。セアロだけ取りましょう。お？いや、メイキルのにジャンヌ。これはわからん攻めですね。このわからん攻めは嫌だなぁ。ちょっとライリー使ってみたいんですけど、プルナがいるからなぁ。この子と、アニメで。
ちょっと火力不足感否めないですけどね。あー、蘇生っぱですかね。7でしたっけ。7は最後、前回の最後めっきり見なかったんですけどね。まだ根強い人気があるんですかね。なんかこのパーティーだと正直バーバラぶっ刺さりな気がするんですけど、まあ、こうしておきましょう。風デーモン使いたいですね、このパーティーで相手だったら。雷士を嫌う。雷士ね、こんな感じなんですけど、ハイブリッド型なんですよね。本当は暴走ルーンがいいんですけどね。はい、来ました。先手は取れましたね。相手はギアナ対策で石なしなのかな。これペルナかな、こっちか。多分こうして一回こっち落とす。マジか、それはちょっと効いてないぞ。暴走していい、しない、倒していい。もう一回こっちに換気で。こっちの方が早かったですね。まあそうですよね、セアラを狙ってきますよね。こうかな。ジャンヌでやられちゃうんで、OK。はい、ありがとうございました。ああ、でも1320なんですね。金一スタート。当たった人が強かったのかな。はい。というわけで、何勝したかな。ちょっとまあ。よいしょ。ここからかな。あ、これだけだとわかんないですね。あ、ちょっとテロップ出しときます。はい。というわけで、ちょっと長々とやっちゃいましたが、ランク配置、実戦終了しまして、近一スタートとなりました。今期もね、頑張っていければと思いますので、引き続きご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、動画は以上になります。チャンネル登録高評価、よろしくお願いします。いつもご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。